僕があなたに感謝してるのは、開戦直後に日経の記事でウクライナの戦争の背景は何かっていうのを割と大きい記事を載せてもらった時に、小泉さんがこれは重厚な解説だぬっていうふうにツイートで書いてるんですよ。それで、あ、小泉さんがこれは重厚な解説だねって言ってる、解説だぬっていうわけですから、僕はなんかそれにすごい勇気づけられて。本当ですか、うん、いやいやいや、あれは本当にありがたかったです。ソ連だと共産党っていうのがいるわけですけれども、共産党の党っていうのは、例えばヨーロッパの何でもいいですけれども、イギリスの保守党とかと同じなのかと。名前は同じですよ。ヨーロッパのね、パーティーっていうのがあるからそれ使おうってなってるから。でも、仕組みは全然違います。西ヨーロッパでは、自律的な私有経済に基づく経済社会のそれぞれの部分の利害を政党が代表する。部分だからパートだからパーティー。帝政ロシアでは06年まで政党は禁止されてますから、だから最初にできるのは社会主義者の秘密結社なんですよ。西ヨーロッパと順番逆なんですね。西ヨーロッパでは社会主義とか労働者の政党ってのは最後にできる。最初は地主の政党ができる、地域地域の、ね、利害を代表する。西ヨーロッパと逆です。最初にボリシェビキとかあの SL とかいうのが地下陰謀組織ができる。この場合の党っていうのはバルザックの小説に出てくるフクロウ党みたいな感じで、秘密結社の党ですよね、まさに。ソ連共産党って党規約見ると党首の規定ってないんですよ。書記長っていうのは一番偉いんだけども、あれはたまたまああなっただけで、歴史的にね。結局書記長って要するに事務を担当してるだけだから。なんでかっていうと、いろいろ考えたけど、やっぱり西側の政党だったらば、当然選挙やって議会で与党になれば首相を出すから、党首が選挙やって勝って首相になるってなるじゃないですか。でもそんなこと想定してないですからね。こう秘密組織だし、やっぱクリミア半島って大事だなと思って、古代ギリシャから現代までクリミア半島の歴史をガーンと書いたんですよ。ロシアとウクライナを脇から見ると、そうするとロシアの言ってることもおかしいし、まあ、もちろんウクライナも絶対ではないと、第三者もいるんだということが分かってくる。ただやっぱりね、ここ100年ぐらいだと、フルシチョフがクリミア半島をロシアからウクライナにやったのは、フルシチョフがかなり勝手なことやってるし、実際住んでる人の大半はロシア系ですから、クリミア半島に関してはプーチンが奪い取りたくなる気持ちも分かるっていうのは、ここ50年ぐらいのスパンだと、まあ、一理あるとも言えるんですよ。ただもっともっと伸ばしていくと、そもそもクリミア半島ってなんであんなロシア人が多いんですかって話になってくると、その前にいたのは誰ですかと、で彼らは勝手にいなくなったんですかっていうですね、クリミアタタール人ですね。今となってはもちろんそれがいい悪いではないんでしょう。まあ、一つやっぱりこの近代の言葉で武装した中世っていうのは、私はこのロシア見てなんか非常にしっくりくるんですよね。一見今モスクワとかペテルブルグ行ってみたら、近代的なヨーロッパの街じゃないですか。で街歩いてる人たちもそうだし、 Wi-Fi も本当にすごいどこでも飛んでいるし、でなんだけどやっぱり社会の動いてる仕組みがなんか違う感じがするっていう、一枚向いた下にあるものは何なのかっていうと、まあ実は僕は中世っぽいなとずっと思ってたんですけど、でもゲマインシャフト的なものを、だけどゲマインシャフト生のまんまではやってらんないから、上にいろんなゲゼルシャフトのガジェットを構築してやってる国が今のロシアだって、そういうことなんですね。だからね、中世って言ってもね、西ヨーロッパの中世だと、あのちゃんと封建領主と騎士の契約関係とかあるわけですけれども、そういうんじゃなくても野党集団みたいな方の、そういう中世ですよね。するのはさっきあのソローキンが出てきましたけど、ソローキンがあの新鋭大使の日って書いてますよね、ジェニオプリチニカ。新鋭大使の日で描かれてる2028年だかのロシアっていうのは、文字通り皇帝先生が復活している。だから中世に戻っちゃって、通貨の第二期鋳造とか何を指すのか最後まで分かんないんだけど、要するに何らかの経済を先祖返りさせるようなオプリチニキ同士をこう競わせながらですね、国民を弾圧してると。なんだけどその世界に出てくるガジェットっていうのは、超音速旅客機であったりレーザー銃であったりハイテク ICT であったりするんですよね。その当時のだんだん豊かになっていって便利になっていくロシアと、そういうものの根底でなんか逆にものすごく恐ろしく古臭い変なものをプーチンが復活させてませんかみたいな、なんかそういうソローキンの意識が反映された小説なのかなと思って、ちなみに僕にこのね、新鋭大使の日を勧めてくれたのはロシア人なんですよね。小泉さんこれ読んだ方がいいよと、これ読むと今のプーチンと KGB の関係よくわかるよって言われて、小泉さんも多分いいロシア人の人たちと付き合ってきたでしょう。いいロシア人か分かりませんが、僕と友達になったロシア人はみんなオタクですね。何かのちょっと挙動不審な感じとかそっくりなんですよ日本のオタクと。あともう一個は、その今池田先生おっしゃったように、こう人間関係のあり方が割に似てるっていうのはそうだなと思ってて、端的に言うと酒ですよね。なるほどね。あの一緒にこう酒飲んで、こうなんか多少様子がおかしくなってからがやっと友達みたいな、今西ヨーロッパで
公の場で飲んで失態を犯したらその人も社会的にダメだと思うんですよ ね、 ね、うん、完全にやっぱロシア人割にこうね飲んでってからが本番みたいな、そういうこう、ね、現世の公権力に対して何か対抗的なイデオロギーを打ち出すとかっていうのは教会でなくて小説家であるっていうところがロシア面白いですよね、近代のロシアに、ね、そこが問題なんです。そこはまあ正直上田陽子さんのテーマになっちゃうんだけども、うん、問題はじゃあその小説家がただの批判勢力にとどまるかっていうと、彼らは彼らで自分たちの真実ってもので、全体権力みたいなものを奪取しようと思ってるところがあって、まあトルストイもドストエフスキーも20年代のアバンギャルドもですね、もう全部その真実を求めちゃうんですよね。なんかね、いやもちろん作家が真実求めるのはいいんですけれども、なんか複数の違った意見があって、みんな違ってみんないい的な世界よりは何かこの大文字の真実が勝つで、スターリンがそれが分かってるから作家たちを恐れて自分の方の真実を押し出すわけですけれども、だからスターリンって文学センスすごいいいから、作家たちがその自分の真実独占権を脅かすって分かってるから戦うわけなんですよね。戦い勝つこのもっといいものを書けとかやるんですけども、亀山郁夫先生の、ね、本とか読んでると、はいはい、本当にスターリンが新作の小説とか戯曲とか全部目通してこいつはけしからんとか、そうそうそう、スターリンそんな暇ねえだろって思うんだけど、でもやっぱりスターリン全部やるんですね、あれね。あの人は読書家でとにかく休暇取るともう読書をこうベッドに寝そべってですね、本読んで1日500ページ読むじゃないですか。それであのベリアの息子たちにもお前たちも本読まなきゃダメだっつって怒って、いや彼インテリなんですよスターリン、スターリンっていうのは、うん、プーチンもやっぱり読書家ですよね、うん、プーチンはちょっとそこのところに憧れがあるんじゃないかなって気もするんですよね。なんか時々インテリ風に振る舞いたがるじゃないですか。あ、そうそうそう、だから日本の政治家はインテリ風に振る舞わなければまずいっていう発想はあんま基準としてないわけですよ。多分そうそうそう、自民党の中の政治でガンガン押していけばね、それでいいっていう、で我々も別にそのインテリ政治家を、まあ、みんなは求めてるわけじゃない、うん、だからロシアではやっぱりそのちょっと小説読んでないとまずいなみたいなところがあって、うん、じゃあこれが始まる前からロシアに対して批判的にいられたかっていうのはいろいろ不安なところもあって、例えばじゃあそのシリアでも人間ガンガン殺したわけですよね、アレッポとかに無差別空爆をして、あれだけ多くの人間殺した戦争に対して僕はじゃあ今の戦争と同じだけロシアに批判的だったかというとそうではなかったんですよね。今回のウクライナの戦争が始まってみてから私はまあ結果的に状況に流されるようにしてロシアを批判するようになったっていう部分が確かにあるんですよ。だからそれはあのシリアの時には僕自身も日本のメディアもそこまでプーチンに怒ってなかったけど、そうですね、うん、でもなんかこのウクライナでの戦争で同じように無差別爆撃をして同じように非人道行為をしているロシアに対して、うん、私自身も日本のメディアも世界のメディアもなぜかシリアの時よりずっと怒ってるんですよ、うんうん、チェチェンの時よりも、うんうん、やっぱここはなんかね自分の中の差別性みたいなものをすごく突きつけられた感じが、フェイスブックの友達で1回だけモスクワで会ったことがある図書館の会員の女の人で、まあ、40ぐらいの女性がいるんだけど、彼女が普段はあまり政治の話なんかしないんだけれども、この戦争は自分は反対だってことをね、掲げたわけですよ。それで今でも掲げ続けてるわけ彼女はね。他にも何人かそういう人がいて、彼らはロシアの中では明らかに少数派なんですよ。で別に彼らを基準にして今のロシア人はということはできないんだけども、しかも彼らがお互いに助け合いながらでも自分は嫌だって言ってるのを見ると、この人たちに顔向けできないことはまずいっていうのが自分の基準としてね、うん、あったんですよ。それは開戦から 4,5 日したぐらいの時にその彼女がそれボンと出したから、おそらくみんな大かで少なかで何がしかの基準があってこれは譲れないとかがあるんだけども、そこがやっぱあまりにずれてる場合に別にその基準自体を言語化する必要ないんだけども、やっぱり自分はこういう発想に立ってこういうふうに思ってるからあなたの意見はここが違う、我々とあなたとはここが違ってるんだっていうのがね、もうちょっと言語化すべきだと思うんですよ。我々本来そういうことを言語化する商売であるはずなんですよね。だからそこをねうまく言語化して、まあ分かりやすいところはきっと残るんですけど、そういう対話がもっと本当は学者同士の中でこの2年間できてたらよかったな、でもこれからまたしたっていいと思いますから。いや、ね、学者は言語化するのが商売なんですけれども、うん、逆に言えば頭でっかちですね自分も含めてね、うん、でつまり直接戦場で人が痛みが感じるとかそういうのはもちろん我々分かんないから、うん、そうするとどうしてもそのプーチンのこの政権何期目におけるこの現状はとかみたいなですね、なんか理屈に走っちゃうんですよ。で理屈をうまく構築すれば構築するほど現実のなんか人が死んでるみたいな生身の話からずれてくんですよ、全然次元が違う。でも逆にそのうまく綺麗に文章で論文書いてうまく難しい言語を使って整理すればするほど学者としては評価されていくっていう逆転現象が本末転倒が起こってるわけですよ。
むしろそういう生々しいものは嫌われる傾向があるでしょ。どっちかといえばそのロシアもイギリスも日本も相対化できるようないわゆる客観的なその基準を定めてそれによってロシアを近代の中に位置づけようと、うん、必ずしも特殊ではないんだとロシアの問題は我々自身の問題だってそっちに持ってっちゃうっていうのは世の中のありよう何か起こってることを理解しようとするときに、はい、いかにも古い昭和のおじさんなことを言いますけどやっぱネットだけ見せちゃ分かんないと僕は思うんですよねいや今自分で口に出してみたらびっくりするぐらい昭和のおじさんの発言だったあのネットってあれその情報なんですよね、うん、で情報はすごい溢れてるんですけどその情報処理する装置までは提供してくれないと思うんですよ。ぶわーっと入ってくる情報をどうやって処理するか例えばそれは歴史の知識であるのかもしれないしその対象 の, その内在的論理に関する知識であるのかもしれないし、まあ、あれ例えばその我々みたいなこの、まあ、軍事の知識であるとかエネルギー産業の知識とかそういうものかもしれないですよね。それってやっぱりこうある程度長い本を何冊も読まなければ、うん、頭の中にそういう処理装置できないと思うんですよね、はいはいはい、でその意味でやっぱり本は滅びるのは困るなと僕は思ってます。だからなるべくいいものを出してみんなでいいものを買って読んでっていうサイクル回したいんですよね。いやだから小泉さんはその新書の形で何冊も書かれてでもそれはやっぱり今書かなければダメだっていう使命感でしょ。結局使命感とか責任感でしょそれは、ほら衛星画像台にこれがいりますから。いやだからね、えらいよ。でもそれは衛星画像買うためじゃないですか。遊びのためじゃなくて巨万の富が手に入ってですね何やってるかって言ったら衛星画像買って大学お家かでその、うん、どっからでも見れます。北方領土のこのなんかミサイルが動いたとかやって、うん、要するにお勉強してるわけじゃないですか、ね、研究のために金稼いでるわけでしょ。王道ですよ。偉いですよ。なんね、いやちなみにあの巨万の富っちほど儲かってはいないですよそんなに儲かったらいまだにあの中古マンションのローンで苦しんでるはずはないわけですね